ロサンゼルス軍都市圏交通局 A 線は、アメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス軍を走るライトレールである。ロサンゼルス軍都市圏交通局が運営し、ラインカラーはブルー。現在ロサンゼルスを走る都市鉄道路線では最も古い路線である。軌道 1435mm、河川終電方式。ロサンゼルスのダウンタウンから南進し、ロングビーチに向かう路線。 途中、サウスセントラル地区やワッツ、コンプトン等の治安の悪い区域を経由するが、車内の治安はそれほど悪くない。軌道の大半は、1961年まで営業していたパシフィック電鉄ロングビーチ線の配線跡を転用したもので、実質上は LRT としてロングビーチ線を復活させた路線である。開業当初はブルーラインと呼ばれていたが、 2020年に a 線へと改称された。開業時から活躍していた P865 系、開業時に導入された日本車両製造製の P865 型と C 線から転入してきた日本車両製造製の P2020 型が運用されていた。その後、従来形式の代替を目的として、 近畿車両製の P3010 型が導入され、P865 型は2018年9月までに営業運転を終了、P2020 型も2021年3月までに営業運転を終了する予定である。引退後、P865 系100号車、ロングビーチと144号車、サウスゲートが胴体保存されている。 それら以外の車両はすべて解体処分された。ありがとうございます。